皆さんこんにちは。フィギュアスケート選手の本田真凜さんの引退の話が話題になっています。引退の理由として宇野昌磨さんとの結婚があるのではないかという噂も出ていますが、真相は不明です。他にも病気や成績不振などが引退の原因として挙げられています。今回はそんな本田真凜さんの引退の真相についてまとめていきます。ぜひ最後までご覧ください。まずは簡単に本田真凜さんのプロフィールから見ていきましょう。本名本田真凜、生年月日2001年8月21日、出身地京都府京都市伏見区、身長162センチメートル。16年世界ジュニア女王の本田真凜さんが引退時期を示唆しました。約11ヶ月ぶりの公式戦を終えた後、報道対応の中で自分の中では大学生が終わるまでかなと思うと話す場面がありました。これまでも引き際については意識してきたようで、本当に大学を一区切りとする場合は明大2年の本田真凜さんにとって残り3シーズンとなる。18年の全日本選手権で15位に沈むなど近年は苦しんでいるが、今季は吹っ切れて楽しい気持ちで滑れているという前向きになった中、現状の心境を示した上で、一つ一つの試合を全力でまた輝けるようにしたいと意気込みを語っています。こちらにあるように本田真凜さんは大学卒業を機に引退されることを示唆されています。同世代のスケーターは大学卒業後に引退して就職する人も多い傾向にあります。本田真凜さんのお兄さんもそうでしたよね。期間を決めて引退することが合っていると感じているらしく、それが大学卒業だったみたいです。競技を続けないとしてもアイスショーで滑ることはできますが、私にとってはあまり変化がないように感じます。毎日練習をすることに変わりはありませんし、試合に出ないだけかもしれません。それと同時にスケートから離れる選択肢もあります。例えば将来家庭を持った場合でも、私は何かに没頭したいと思うタイプなので、自分で選んだ仕事に情熱を傾けたいですね。私自身はどの選択肢が最も自分に合っているかよく考えていきたいと考えていらっしゃるようです。ここで可能性が一つとして結婚を挙げています。本田真凜さんは宇野昌磨さんとの交際が発覚しております。もしかすると宇野昌磨さんを支えるために結婚もあり得るのではないでしょうか。また引退の理由は病気や成績不振との声も上がっています。2022年12月25日の全日本選手権でめまいがあり倒れたとの報道がありました。これを境に本田真凜さんは病気なのではないかとの噂が山のように出てきたようです。また成績についても2018年くらいから成績不振で活躍ができなくなっているようです。当時はテレビで見ない日はなかったのですが、なかなか本業では結果がついてこなかったようです。というのもフィギュアスケーターは過酷な競技です。フィギュアスケート選手の選手生命が短い理由は、激しい競技による身体的負担や怪我だけでなく、競技の進化やジャンプ技術の進歩によっても影響を受けています。競技の進化によって選手たちはより難しい技を習得する必要があります。例えばトリプルジャンプが基準となっていた時代にはトリプルアクセルを決めることが難しかったですが、現在では複数回決める選手も珍しくなくなってきています。このような技術進化に対応するため、選手たちは身体能力を極限まで引き出す必要となります。またジャンプ技術の進歩によって選手たちは高度なジャンプを決める必要があります。しかし高度なジャンプを行うことで選手たちは怪我のリスクが高くなります。特に3回転半以上のジャンプを行う場合には負担が非常に高く、膝や股関節の怪我が多いとされています。フィギュアスケートは20歳前後が選手のピークであり、30代以降は競争力が低下し引退を余儀なくされる場合が多いです。このような短い選手生命を持つ選手たちは現役引退後に新しいキャリアを模索する必要があります。以上のようにフィギュアスケート選手の選手生命が短い理由は、
激しい競技による身体的負荷や怪我だけでなく、競技の進化やジャンプ技術の進歩によっても影響を受けています。本田真凜さんも年齢的にはフィギュア界ではもう厳しい年齢になっております。では本田真凜さんは引退後は何をするのでしょうか。本田真凜さんはオスカーに所属しており、すでにタレント活動をしています。現在インスタグラムのフォロワー数は90万超え。女子大生としての生活を楽しんでいる一方、引退したら指導者や解説者として活躍する可能性があると言われています。引退後はスポーツ界にとどまるのかどうかはわからないとされていますが、競技生活の一線から退くことで新たな可能性を模索することができるかもしれません。ここまで調べてきて気になるのが、前述にも少し触れた宇野昌磨さんとの結婚の可能性です。このまま2人はゴールインすることができるのでしょうか。まずは2人の馴れ初めから見ていきましょう。お二人の馴れ初めは2014年のアイスショーの公演後の打ち上げの場で、本田真凜さんが彼氏とか欲しいなぁと言ったところ、宇野昌磨さんが無言で自分を指さしたという話。この時本田真凜さんはまだ中学生ということで、宇野昌磨さんと連絡を交換するところまでだったそうです。ですが中学生や高校生の時に親の前で堂々としていた宇野昌磨さん、本田真凜さんもかなりときめいたのではないでしょうか。そんなお二人ですが、本田真凜と宇野昌磨と検索すると性欲や夜と予測変換が出てきます。調べてみると性欲や夜が出てくるのはただの噂であるようで、真剣交際していたと報道されたことで、フィギュア界で有名しかも美人な本田真凜さんと宇野昌磨さんは夜の生活はどうなんだろうと調べたい人が多かったのではないでしょうか。超有名人の美男美女カップルなので、一般のファンが気になるのも仕方がないことなのかもしれません。本田真凜さんたちには迷惑な話でしょうが、有名勢ということでしょうか。本田真凜さん本人も、一体私は誰のために滑っているのかと誹謗中傷には悩まされていたようです。ですが宇野昌磨さんと本田真凜さんの交際も順調なようで、お揃いのパーカーを着ていたりなど、たびたび匂わせ投稿を行っており、コスプレのツーショットを投稿したりしています。ご両親もかねてより2人の交際を応援しており、祝福応援する人も多い一方、一部では嫉妬の声も聞こえてくるようですね。ラブラブであることは間違いないでしょう。現在も破局を伝える報道は見かけません。時期的にも卒業と同時に結婚なんて可能性も高いと言えるでしょう。いかがでしたでしょうか。今回は本田真凜さんの引退の噂についてまとめてきました。本田真凜さん本人や所属団体からの公式発表がないため真相は分かりませんが、彼女がスケート界から引退するのかどうか、もしくは競技復活を果たすのかどうかは分かりませんが、彼女の今後の活躍に期待が寄せられます。彼女が音楽や芸能活動に力を入れる一方、指導者や解説者としてスケート界に携わる可能性もあります。また宇野昌磨さんとの関係も気になるとこです。これからも本田真凜さんの動向に注目が集まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。